三殿堂へようこそ。朝顔じゃなくて水場所をお送りしたいと思います。以前ノウハウで、投稿したのに関して、まあ英語で、指摘がありまして、指を揃えた方が、そのノウハウが伝わるんだっていう話がありまして、まあ、確かに岡本聖吾先生もそういうふうに言ってましたし、まあ指を揃える分には確かに合ってると思います。でも問題は名前にあるんですね。朝顔っていう名前が問題なんで、私はここであえて朝顔ではなくて、あれは水場所ではないかと思いまして、ここに、動画を上げております。まあ調べてもらうと分かりますけど、水場所は花びらが1枚だけあって、まあ朝顔とは全然違う形なんですけど、まあむしろこうやって指を揃えた手に似てるんじゃないかと思いまして、水場所の方が適当じゃないかと思っています。皆さんもいかがでしょうか。まあ基本的にはこれも、朝顔と同じで締めようとして開けるっていう、そういうことをやると相手が、こうくっつく感じになるんですよね。だけどまあ結局まああれもなんかうまくいってますけど、なんか不思議なもんで、多分電気信号を拾ってなるんでしょうね。なんかこの辺もまた私もよく今まだ分かってないところです。でここで今指摘してるのは、開けることだけに専念して、こう、押したりとかしちゃいけませんっていうことを話してます。で、ここで言ってんのは、朝顔って、ちょっと誤解を招く名前だなって言って話してます。水場所じゃないといけないと思います。こう見てみて分かると思いますけれども、外側に私引っ張っていってるんですよね、これ。まあ要は、触れ合い機なんですけども。で、今回は全然タンデンも使わずにやってます。で、手だけで引っ張ってます。あれ外側に押すのに集中してでしょう。で外に押してんじゃなくて、反対側に引っ張る方にやってるんで、外側に引っ張らなきゃいけません。So going this way is easier, and then going gotta go this way. Yeah, you go wrong way. まあ反対側に行ってますよって言って。離れる方向に持っていかないと。あれ体はだいぶねじってなきゃいけないのは、丹田使ってないからです。あの上半身だけあると、ああいう風に動かないといけないです。で丹田使うと
そんなに動かなくて済むんです。ああやってそんなに動かなくてもほとんど不動の状態でできますね。あの反対側にクロスしてやるときも全然動かなくて済みます。だけど手だけやるとこうやって体全体動かしてやらなきゃいけなくて、で丹田だけ使うとそんなに動かなくていいです。これが多分あれ合気道にも見られるんでしょうけど、合気道結構動かなきゃいけないじゃないですか。それの時やっぱり丹田使ってないとたくさん動かなきゃいけないんじゃないかと思います。これは自分の手で、まあ、実験できるので、まあ、練習してもらえばいいと思います。こうやってあの片側の手を片もう一方の手に乗っけて、でその電気信号が片側もう片方の手に誤動作を与えるかどうか、少しピクピク動けば、うまくいってるってことになります。まあこうやって自分で実験ができますんで試してみてください。まあなかなか不思議なことが起きるもんですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。コメントもぜひ投稿していただければ嬉しいです。